アメリカ人女性による日本の飲み物の習慣にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、こんなの飲めるか。日本から帰国した夫が変。夫が用意してくれた飲み物がやばすぎる。の話題です。海外、何が魅力なんだ？国によって異なる文化は様々ですが、中でも違いが顕著で面白いのが食文化。日本では全く当たり前に感じていることでも、海外では意外だったり、驚くことだったりすることがあるようです。そしてそれは食べ物だけではなく、飲み物の習慣についても、その国によって様々なようです。今回ご紹介するのは、そんな日本の飲み物の習慣に驚いたというアメリカ人女性によるエピソードです。彼女は夫が日本から帰国後、夫の習慣が大きく変わってしまったことにとても驚いたようです。彼女は夫のどのような変化に驚いたのでしょうか？早速ご紹介していきます。私はアメリカ人。単身で日本に出張していた夫がアメリカに帰国したの。夫は日本が大好きで、日本への海外出張が決まった時は本当に喜んでいたわ。私は仕事の関係で日本に一緒に行くことができずにアメリカに残ったの。夫がアメリカに帰国する日、私は飛行機の到着時間に間に合うよう家を出て空港に向かった。夫と会うのは1年ぶりなのでドキドキしたわ。空港の待合スペースで待っていたら乗客がたくさん出てきた。夫のことはすぐに見つけることができたけど、1年前よりも頬のあたりがほっそりしていたので驚いてしまったわ。夫は昔から何度もダイエットに挑戦してきたけど、毎回失敗に終わっていた。そんな夫がまさか痩せて帰国するなんて夢にも思わなかったわ。日本では一人暮らしをしていたため、好きな食べ物ばかり食べて太って帰ってくるんじゃないかと思っていたくらいよ。日本が大好きな夫だけど、さすがに1年間も慣れない異国での一人暮らしは大変だったのかなと思ったわ。私が車を運転し家に到着すると、私たちはソファーに腰掛け、とりあえず何か飲むことにした。夫の帰国に合わせて冷蔵庫の中を夫が好きな飲み物や食べ物で満たしておいたの。夫が好きなよく冷えたアリゾナを冷蔵庫から取り出し夫に渡すと、夫がこんなことを言ったの。アリゾナはもう飲まない。僕は甘い飲み物はもうやめたんだ。もうこんなの飲めないよ。自分の飲み物は自分で用意するから、君は君で好きなものを飲んでね。え？甘い飲み物はやめた？夫は無糖飲料を飲むつもりなの？夫はもともと影響を受けやすい人だったけど、まさか飲み物の嗜好まで変わるとは思ってもいなかったわ。アメリカにいた頃、夫はよくこんな飲み物を好んで飲んでいた。アリゾナ。アメリカのドラッグストアなどで販売されている人気の緑茶。蜂蜜が入っていて甘くて飲みやすい。冷蔵庫でよく冷やすととても美味しい。私はこれが日本の緑茶だと思っていたけど、夫から言わせるとアリゾナは日本の緑茶とは別物らしいの。レモネード。アメリカのレストランにはレモネードがあるのが一般的よ。甘酸っぱくてどんな料理にも合うから、私はいつもレストランではレモネードを注文するの。日本ではレモネードはあまりメジャーではないとの話にはびっくりしたわ。コーラ。アメリカの国民的飲み物といえばやはりコーラよね。アメリカで一番飲まれている飲み物はコーラではないかしら。好きな飲み物を聞かれてコーラと答えるアメリカ人はとても多いわ。夫はアメリカにいた頃は紅茶やコーヒーを飲む時ももちろん砂糖をたっぷり加えて飲むのが定番だった。そんな夫が日本からアメリカに帰国して甘い飲み物はもう飲まないと宣言した。確かに砂糖が入っていない飲み物を飲めば体にはいいかもしれない。夫がほっそりしたのは甘い飲み物を飲むのをやめたからだということに気づいたわ。でもね、無糖の飲み物を飲んでも美味しくないと思うの。多少の健康リスクがあっても、私はやはり甘い飲み物を飲みたいと思うわ。夫はキッチンに行くとお湯を沸かして何か飲み物を用意していた。夫が何を飲もうとしているのか気になって仕方がなかった。キッチンから出てくると、両手に一つずつマグカップを握っていた。どうやら私にも何か飲み物を用意してくれたみたい。
夫は暑い暑いと言いながらマグカップをテーブルの上に乗せた。冬でも冷たい飲み物ばかり飲んでいた夫が温かい飲み物を飲むことにも違和感を感じたわ。夫が用意してくれたマグカップの中を覗き込むと綺麗な薄い緑色をしていた。日本で緑茶のティーバッグを買ってきたんだ。日本人は緑茶には砂糖を入れずそのまま飲むんだよ。日本人は緑茶に砂糖を入れない？ということは私の目の前にあるのは砂糖なしの緑茶ということになるわよね。夫が用意してくれた飲み物がやばすぎる。本気でそう思ったわ。夫はバッグの中をごそごそと探り、日本で購入したという緑茶のティーバッグを見せてくれた。マグカップに緑茶のティーバッグを入れてお湯を注ぎ、綺麗な緑色に変われば完成とのことだった。無糖の緑茶が美味しいわけないじゃない。私はアリゾナを飲むからいらないと断ったけど、夫がとにかく飲むようにうるさいので、とりあえず付き合いで飲むことにしたわ。マグカップをゆっくりと口元に運ぶと、すがすがしい爽やかな香りがした。いい香りがすると夫に言ったら、日本の緑茶はいい香りがするんだ。リラックスするよ。と教えてもらった。アリゾナはお茶の香りはしないので、日本の緑茶はいい香りがすることに驚かされたわ。なんだか気持ちが和らいだ。香りはいいけど、味はどうかしら。私は緑茶を一口飲んでみた。ふぅ、コク。頭の中がクエスチョンマークだらけになったわ。味はしないというか薄い？苦味が強いように感じた。普段無糖でお茶を飲む習慣がないから味がないように感じたのかもしれないけど、私が知っている緑茶とはあまりにも味がかけ離れていて本当にびっくりしたわ。この時はあまり美味しいとは思わなかったので、夫に正直に感想を伝えたの。すると夫はニコニコ笑いながらこんなことを言ってきたわ。僕も最初に日本の緑茶を飲んだ時は君と同じような感想を持ったよ。味がしないし苦味があるとね。でもね、日本の和菓子を食べてから緑茶を飲むと最高に美味しいんだよ。夫は日本から持ってきた和菓子を私に分けてくれた。夫が言うように和菓子を一口食べてから緑茶を飲んでみた。ふぅ、コク。なるほど、美味しい。和菓子の甘さが引き立ってとても美味しいと感じたわ。緑茶の苦味もアクセントになっていいなと思った。これはいいかも。夫は緑茶を飲みながら癒されるだろうと嬉しそうに言っていたわ。はじめは味がしないと感じたけど、まろやかでほんのりと甘みが感じられたの。そして夫が言うように、緑茶をゆっくり飲んでいたら心身ともに癒されるのを感じた。私は緑茶を飲みながら夫から日本の飲み物事情についていろいろな話を聞いた。タイやベトナムに旅行したことがあるけど、緑茶やコーヒーにも砂糖がたっぷり入っていたわ。もしかしたら無糖で飲み物を飲む食文化があるのは日本だけ？緑茶だけでなく他の飲み物も日本では無糖で飲まれているのか気になったわ。日本でも砂糖がたっぷり入った飲み物はたくさん販売されているけど、無糖飲料の人気が特に高いとのことだったわ。日本では至るところに自動販売機があるそうなんだけど、半分くらいはお茶やコーヒー、炭酸水など無糖飲料がずらりと並んでいるとのことだった。無糖の炭酸飲料にレモンの絞り汁を加えたものや、砂糖なしのカフェラテを飲む同僚もたくさんいたとのことだった。ここまで日本で無糖飲料が浸透しているとはね。やはり日本ならではの食文化だと言えるのではないかしら。夫は日本で生活している間、緑茶だけでなくコーヒーもブラックで飲んでいたそうなの。夫はアメリカにいた頃はデザートのように甘いコーヒーを好んでいて、ブレバやマキアート、モカなどをよく飲んでいたので、夫の変貌ぶりには驚かされるばかりだったわ。甘い飲み物を好んで飲んでいた夫が無糖飲料を飲むようになった理由は、会社の同僚たちがみんな無糖飲料を飲んでいるからとのことだった。日本の会社では午後に1回おやつ休憩が設けられていたとのこと。その時にほとんどの同僚たちが砂糖なしのコーヒーか緑茶を飲んでいたそうなの。夫が出されたコーヒーや緑茶に大量の砂糖を入れるのを見て、みんながとても驚いたそうよ。そして砂糖をたくさん摂るのは体に悪いから、飲み物は無糖にした方がいいよと勧められたとのことだった。
夫によると、日本では飲み物は無糖で飲む人が多いとのことだった。コーヒー、紅茶、炭酸水、お茶類、麦茶など、夫は様々な無糖飲料にチャレンジしているうちに慣れてきて、最近では甘いお菓子がなくても砂糖なしのコーヒーや緑茶を楽しむようになったそうよ。初めて日本の緑茶を飲んだ時は正直あまり美味しくなかったし、頭の中がクエスチョンマークだらけになったわ。でも夫を改めて見ると、やはり以前よりほっそりしていて健康的に見えた。そして無糖で飲むことに慣れてくると、お茶やコーヒーなど素材そのものの美味しさを感じられるようになる。日本人のように無糖飲料を飲むのは確かに体に良さそうだと感じた。余計な糖分を取らずに済むからよ。私もそれから飲み物は無糖で飲んでみようと思うようになったの。日本から無糖でお茶を飲む習慣を持ち帰ってくれた夫には感謝しかないわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の無糖飲料に関しての話題は、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。砂糖が入ってない緑茶って何が魅力なんだ？美味しいはずないじゃないか。日本に旅行に行った時にペットボトルの緑茶を何度か飲んだけど、それには砂糖や甘味料が一切入ってなかった。最初はちょっと苦い感じがしたけど、夏で喉が渇いてたからとても美味しく飲めたよ。日本人の無糖好きは異常。緑茶にも入れないなんて。緑茶といえばアリゾナ、甘くて美味しいわよ。でも日本で飲んだ午後の紅茶のレモンティーに味が似ていたわ。砂糖を入れないで飲んだ方が健康にいいよ。僕は日本で飲んでから無糖派になったよ。日本でいろいろなお茶を飲んだけど、どれも味がなくて本当にびっくり。日本では無糖飲料が人気らしいわよ。はじめはすごく違和感があったけど、慣れたら好きになったよ。僕はこれから無糖のスタイルさ。日本ありがとう。以上が海外の反応です。今や日本の緑茶や抹茶は海外でも大人気で、世界中で多くの人たちに飲まれていますが、どうやら海外では砂糖を入れて甘くして飲んでいる人が多いそうです。海外だとペットボトルで売られている緑茶なども甘いものが多かったりするようですね。でも日本では緑茶といえば無糖が定着しています。ですから日本に旅行に来た外国人さんがコンビニや自販機で緑茶を買って飲むと、これ味がないと驚く人も多いんだとか。でも慣れると飲み物本来の美味しさが分かったり、体にもいいことから無糖飲料を飲むようになる外国人さんも少なくないようです。日本人としては味わいのためにも、そして健康のためにも、できれば緑茶は無糖で飲んでほしいものですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。